校に来るとはびっくりだよ。お茶が欲しくなるわね。どうしたのミスザブロー。まひろお姉ちゃん、今食べてるお菓子ってドット柄の袋に入ってなかったです？あら、よくわかったわね。机の上に落ちてるのを偶然拾ったのよ。勝手に食べちゃダメです。カレーお姉ちゃんがミスチルにくれるために作ったお菓子ですよ。そうだったの？でももう全部食べちゃった。まひろお姉ちゃんったら、そうね、後で謝っとくわ。ん？あれ、なんかお腹の調子が、懲らしめるんだよ。お店に放置されたおやつ、もったいないな。